何もしないでぼーっとしてる時などありますか？あんまりないかな。家での過ごし方で何か決めてることとかあればお聞きしたいです。家で決めてることはね、右足で移動する日と左足で移動する日と両足揃えて移動する日と普通に歩いていい日が4日間でローテーションしてるってことです。で、部屋にいると必ず片足で移動してるか、両足揃えてカンガルーみたいに移動してるか、で、4日に1回だけ普通に歩いていいリカバリーの日っていうふうになってるんですけど、それはまあ膝から下の筋力とか、あとそれを使いたくないときは上半身振って体重を軽くする運動とかを自分の体の生活の中の時間の長い時間運動の負荷が高い状態で生活してるから、だから俺の体はとってもみんなより強いし普通の人たちよりも高いわけよ。当たり前なのよ。だからもう言ったらアフリカとかで山の方に住んでる黒人の人と同じような運動量をこなしてる可能性があるってことよ。水汲みに行くのに何キロも歩いて亀持って帰ってくるみたいな人と、当然その人は体力あるじゃん。しかも気温35度とか40度あってカラッカラでじりじり太陽を受けてる中でずっと歩いて重いもん持って歩いたりとかしてるわけだから、で車とかなくて移動とかしてたら絶対体力強くなったりもするし、それと似たような生活を部屋で送ってるっていう、そういうのはあるかもしれない。それは強さの秘訣かもしれない。